サックス奏者の孫岩木亮と申します。東京中心に演奏活動をしております。今日はですね、ジャズを勉強したいという方にぜひ見ていただきたいんですけれども、アドリブソロができるようになる方法、コードトーン編ということで動画を作ってみました。ちょっと前にというか結構前になるんですけれども、誰でもアドリブソロが取れる方法みたいな感じで1と2っていうのを出してまして、そちらでですね、ジャズにおけるブルースという基本的な構成の曲のソロの取り方っていうのを解説したんですね。で、そちらの方ではブルーノートヘキサトニックスケールという、ちょっと初めて聞く方はなんじゃそれって感じだと思うんですけれども、その便利なですねスケールを使って、そのフレーズを使えば、ブルースだったら何でもいけるよって感じで解説をさせていただいたんですけれども、今回はですね、ちょっとレベルを少し上げましてですね、ブルーノートスケールだけじゃなくてコードトーンですね、つまり和音の音を使ってソロを取っていく方法っていうのを解説していきたいと思います。って言ってもいきなりですねコードトーンでじゃあこのフレーズ吹いてくださいってなっても難しいので、今日はですねコードトーンを一緒に曲に合わせて吹いてみようっていうところをやってみたいと思います。なのでコードわかんないって方もですね、今回楽譜も一緒に提示しますので、このコード書いてやったらこの音が入ってんだなっていうのが学べるかなと思いますので、ちょっとですね難しそうだなと思って動画止めるのを一回やめていただいて、ぜひですねちょっと試しに初心者の方ですね最後まで見ていただけるといいかなと思います。上級者の方にはもしかしたらちょっと物足りない内容かもしれないんですけれども、これをちょっと飛ばしてですねいきなり難しいのやってもしょうがないかなと思いますので、ブルーノートスケールだけ吹いてるところからちょっと抜けたいよって方はですねこちら見ていただけるといいかなと思います。というわけで、早速行ってみましょう。ではまず最初にですねブルースっていうのを本当に簡単に説明します。前の動画でも言ってるんでちょっと繰り返しになっちゃうんですけれども、ジャズっていうのは形式が何パターンかあるんですけれども、一番こう、つかみやすいというか誰でも始めやすいのがブルースで、4小節 ×3 の12小節で構成されているという、パターンですね。でこのブルースという形式で、本当にたくさんの曲がありまして、でこのブルースだったら、ソロが一発で取れるよと、ブルーノートスケールを使えば取れるよっていうのが基本的なことなんですけれども、今回はこれに対してですねコードトーンを拾っていこうという内容になっています。ブルースって言っても本当にこうシンプルなものから複雑なものまでありますので、なので初級中級上級って感じでだんだんちょっとコードを細かくしていくので、その分ですねこう一瞬で切り替えてすぐに違うコードに切り替わらないといけないというところで、ちょっと難易度が上がってくるようなイメージですね。楽譜も一緒に提示しますので、ぜひ一緒に吹いていただけたらと思います。というわけでまず一番最初初級編ですね、それがこちらのコード進行になります。今回はですねアルトサックスのコード進行をベースに書いているんですけれども、一応後々ですねテナーサックス用と、あとは一応 C バージョンっていうかフルートとかピアノの方も見れるようにそういったバージョンも一瞬ちょっと楽譜は出したいと思いますが、大まかな解説はアルトサックスの譜面上の音で解説をしていきたいと思います。では一番最初に出てくるこの初級編で使うコードは4種類あります。1個目が D7 というコードですね、これが基本になるコードになります。そして2個目に出てくるのが G7 ですね、これも本当によく使います。この曲の調はですねピアノでいうところの F のブルースというやつなんですけれども、アルトサックスで考えると D のブルースになります。なので D のコード、つまり D7 っていうのは1度のコードになりますね。それに対して G7 っていうのは4度のコードになりますので、1度4度っていうことで、これだけでですねブルースっていうのは正直成立します。なんですけどさすがにそれだけだとちょっと面白くないので、3段目に出てくる Em7 そして A7 というコードですね、こちらも登場させてみたいと思います。これはですね俗に言う2-5 というコード進行ですね、細かいことをちょっと説明しているとより難しくなっちゃうんですけれども、ざっくり言うとですねこの D っていうのは1度ですね、これに対して D よりも1個上の音、つまり2番目の音ですね、それが0から数えてミですね。なのでミから始まるコード Em7 ですね。さらに A7 っていうのはレ、 D から数えてレミファソララに当たるのが A なので5番目ですね。基準になる音、つまり D7 に対して2番目と5番目に当たるのが
Em7 と D7 ということですね。まあ、細かい2-5 の話はまたちょっとまあ別の動画で作りたいと思いますし、他の動画というか YouTube 上にもですね、2-5 の解説いっぱいあるので、ぜひそちらも見ていただけるといいかなと思うんですけれども、こちらのですね、4種類のコードを使っていきたいと思います。まずはですね、このコード進行を意識しながら、この構成音吹くというのをやっていただきたいと思います。あんまり早く動かすと難しいので、ひとまずですね、四分音符でレファラドソシレファみたいな感じでゆっくり吹いていきたいと思いますので、まあ、慣れてる方はですね、まあ、自分のできるスピードというか、まあ、倍で吹いてレファラドレファラドみたいな感じで8分音符で吹いていただいてもいいですし、もっと早く吹ける方は全然好きに吹いていただいていいんですけれども、まあ、一番もう本当に初めてやる方に向けて、まずは四分音符でこのコードを追っていきたいと思います。今回一応伴奏もつけてますので、よかったら一緒に吹いてみてください。というわけでこんな感じになります。はい、いかがでしょうか。まあ、楽譜上で見るとですね、まあ、簡単ですよね。音を読んでいくだけなので曲としては非常に簡単なんですけれども、これをやる上でぜひ気をつけていただきたいのが、コードの名前を一緒に覚えちゃおうということですね。 D7 っていうのを見た時にレファシャブラードっていうのはですね、パッと出てくれば次に D7 を見た時にレファラドって吹けますよね。それがやはりアドリブにどんどんつながってきますので、まずはですね、僕が提示しました楽譜見ていただいて全然いいんですけれども、できるようになってきたらぜひこの楽譜の部分を隠すというか、コードのとこだけを見て吹けるようにしていただくといいかなと思います。まあ、この動画見てると、あの楽譜見えちゃうかなと思いますので、まあ、ちょっとコードだけ、まあ、書き写すなり、まあ、ちょっとコードが書いてある本を見ていただくなりちょっとしていただきたいんですけれども、そちらだけ見てですね、この構成音をぜひ吹いてみてください。まあ、ちょっと本当は上行下行ちょっとやっておきたいところなんですけれども、まあ、ちょっとこの先も控えてますので、ひとまず上行形だけですね、こんな感じで練習してみてください。ということで続きまして2つ目ですね、中級編に入っていきます。中級編のコード進行はこんな感じですね。まあ、正直パッと見あんまり変わんないんじゃないのって思うんですけれども、ポイントがですね、この8小節目ですね、ここにさっきはなかったですね Fm7 っていうのと B7 っていうのが入ってきてます。これがですね、めちゃくちゃエモい部分っていうか、これもまあいわゆる2-5に当たる部分ですね。でさっき出てきた、じゃあ Em7 も2-5だったじゃん、2-5って1種類しかないんじゃないのって思うかもしれないんですけれども、まあ、正確に言うとですね、2-5-1というコード進行なんですね。なので1が何かによって2-5っていうのはどんどん変化していくんですけれども、これ8小節目ですよね。9小節目見ていただくと、この Em7 というのが来てますね。つまり Em7 が1だとした時の Fm7 というのが2度、そして B7 というのが5度に当たるという感じですね。なので、まあちょっとだけ転調してるっていう感じにはなるんですけれども、一瞬 Em7 に行くんですけれども、 Em7 は実は D の2だからみたいな感じで、ちょっとここからややこしくなってくるんですけど、コードを聞いていただくと、あら、ここおしゃれじゃんってわかるかなと思います。まずそこだけちょっと聞いてみましょうか。2段目にあたる部分ですね、さっきのコードの変化がないバージョンをかけた後に、こちらのですね2-5突っ込んだバージョンを聞いていただきたいと思います。どんな感じで違うのか、ちょっと耳で確かめてみてください。はい、どうでしょうか。ちょっと雰囲気変わりましたよね。これが入ることによってちょっとこう旨味が増すっていうか、少しこう内容が豊富になったかなっていうのを耳で分かっていただけたかなと思うんですけれども、これをですね1小節の中で変えていかないといけないんですね。なのでコードに直すとですね、ファラドミシレファラっていう音なんですけれども、これ四分音符だとちょっとはみ出ちゃいますので、ここだけ8分音符に切り替えます。なので今までレファラドってやってたのが
ファラドミシレファラみたいな感じでちょっと細かくなりますので少し難易度は上がるかなと思います。でかつですね、臨時記号としてレシャープですね、これが出てきます。これがまあ B7 のとっても大事な音で、今まで出てきた D メジャーのキーの音にはですねレシャープ入ってないので、このレシャープがあるかないかでこのエモいかエモくないか、おしゃれかおしゃれじゃないかみたいな変化が生まれますので、この音ぜひ大事にしてみてください。ということでさっきと同じような感じでですねテンポに合わせて吹いてみたいと思います。こんな感じになりました。ここまでついてきていただけていますでしょうか。まあ、正直ですね、この8小節目のこの F シャープ -7 B7 というのができれば、まあ、ブルースとしてはですね非常にまあ内容があるというか、それだけでこうなんとなく12小節やるっていう中でも少し変化が生まれるんですけれども、まあ、せっかくなのでもっともっとコードを足してみたいと思います。それが上級編、こちらになります。はい、今回、増やした部分がですね3箇所あります。まず1段目の4小節目ですね、ここに Am7D7 というコードが入ってます。そして2箇所目がですね6小節目に G#Dm7 というのが入ってます。そして最後2小節にですね D7B7Em7A7 というのが入ってます。急に難しくなっちゃいましたね、すみません。この間ちょっと刻みすぎてもちょっと飽きちゃうかなと思ったら最後グッと凝縮しちゃったんですけれども、これがですね多分ジャズでやるブルースの中で一番ハードというか、まあ、いわゆるビバップと呼ばれる時代に吹かれていたブルースの一番基本的な形かなと思うんですけれども、まず1個目ですね、この4小節目に出てくる Am7D7 っていうのは、まあ、先ほどから出てきてます、2-5ですね。これじゃあ1どこなのっていうと G7 ですね。この G7 に対して2番目の音が Am、 そして5番目の音が D7 ということで、この2段目に行くのにもですねまあ、ちょっとエモくなりますよって感じですね。そして6小節目に出てくる G#Dm7 ってやつなんですけれども、これ中身はですねソシャープ C レファなんですけれども、これはどういう働きがあるかっていうと、 G7 から次 D7 に、まあ、戻る時にですねベースの音見ていただくとソーソシャープ、そして3小節目がですねD7 なんですけども、ベースはですねラの音に行くことが多いですね。なのでソーソーラーって感じでベースが半音進行してるんですね。まあ、こういったですね隣の音に行くっていうのは非常にこうスムーズに動けるというか、こうジグザグベースが動くのもかっこいいんですけれども、なんとなくこう斜面で移動していくとですね非常に美しくコードっていうのを変化させることができますのでよく使えます。まあ、経過のコードっていうか、まあ、ちょっとこうただ D7 に行くんじゃなくて G#Dm7 を経過することで、まあ、ちょっとおしゃれさ増したよみたいな、まあ、そんな感じですね。そして一番最後ですね、これもちょっとまあ複雑なんですけれども D7B7Em7A7 っていうコードなんですけれども、これ B7 では先ほど出てきたものなんですけれども、この4つのコードだけでできている曲とかもあるかなと思うんですけれども、循環コードなんていう言い方をします。 D が1度ですね。そして B7 というのはレから数えてレミファソーラシ6番目にあたるコードなんですけれども6度、 Em と A7 というのは2と5ですね。なので1625というコード進行なんですね。これまあ3625っていう形だったりとか、まあ、本当にいろんな形で出てくるんですけれども、いわゆる循環コードってやつで、ここはずっと D7 でいいんですけれども、ただ D7 を進むだけだとちょっともったいないっていうか、もっとこうハードにしたいというか激しく、きらびやかにしたい時にこの循環コードっていうのを突っ込むことがよくありますね。なのでまあちょっと激しいですね1小節の中で2回コードが変わる部分が何箇所かあるので、そこだけちょっと8分音符になります。なので後半は特にちょっと忙しいですね。レファラドシレファラミソシレラドミソって感じでいっぱい音吹かなきゃいけないので、まあ、慣れるまで難しいかなとは思うんですけれども、まあ、練習としてですねぜひやってみてくださいということで、まあ、先ほどと同じような感じでですねこの伴奏に合わせてコードトーンをですね上行形だけ
吹いてみたいと思いますので、ぜひ一緒にやってみてください。こんな感じになります。今日はですね、アドリブソロを取るための方法ということでコードトーン編をお送りしました。まあブルースだけにはなっちゃったんですけれども、このですねブルースで吹いたコードトーンっていうのを活かして他の曲スタンダードにもですね生きてきます。僕はですねブルース結構時間かけてしっかりやりました。ブルーノートスケールをやってからコードトーンやって、次はですね、まあ、スケールを吹いてみるっていうパートに入っていくんですけれども、まあ、もしこの動画皆さんに良かったって思っていただけるようだったらですね、コードトーンのちょっとハードなやつをやるか、もしくはスケールいっちゃうか、まあ、どっちかかなと思いますので、ちょっとご希望があればぜひお知らせください。まあ、両方やってもいいですかね。どうしようかな、ちょっと考えてみます。ということで今日の動画ここまでになるんですけれども、今後もですねこういったレッスン動画作っていきたいなと思いますので、アドリブソロの動画もですねちょっとずつ積み上げていきたいなと思いますので、もし動画の内容にリクエストありましたらコメント欄で教えてください。 Twitter やブログもやっておりますので、概要欄から遊びに来てください。ということで今日の動画ここまでになります。もしよかったと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。Say you have to go. Don't say you need to run. I'll stop the clock on Central Station and we can have a drink downtown. Let it be the night that I